どうも、レウンゲーム TV です。今回も、ピクミン4に隠された、細かすぎる小ネタの数々を集めてみました。物を丸飲みして運ぶことができる、オッチンの丸飲み能力。この丸飲みは、ピクミンが物を運んでいる間は、発動しないように配慮されていますが、ここで、オッチンの丸飲みとピクミンが物を持つ動作を、ほぼ同じタイミングで発動させて被ってしまうと。運ぼうとしたのに横取りされてしまい、ちょっとしょんぼりするピクミンを見ることができる。かわいい。前作、ピクミン3のこんな仕草に爆弾を投げ入れると。このように爆発してかれてしまい、ピクミンも一緒に中で死んでしまうという小ネタを先日の動画で紹介しましたが、これと全く同じことを、最新作のピクミン4でやってみるとどうなるのか。ピクミンを入れた後、爆弾も一緒に入れてみると、なんと、爆弾だけ吐き出した。そしてその後、時間差でピクミンの目を吹いた。前作では全員もろとも爆発して消滅したのに、分裂して吐き出してくれるようになったとは、10年前からの進化が凄まじすぎる。原生生物のうちの一匹、フタクチカブト。このフタクチカブトの倒し方は、ピクミンを吸い込ませて口を塞いで、弱点を見せたところを攻撃するのが本来の倒し方ですが、実はこの敵、ピクミンではなく、ピクミンに似たピクピク人参を投げてみると、なんと、ピクピク人参でもすっぽりはまった。野菜が穴に詰まって苦しんでいる光景、シュールすぎる。他にも、引き巻きの卵にピクピク人参を投げると、ちゃんと卵を落とした。さらに、ひっくり返して倒すタイプの敵に投げると、野菜を投げただけでひっくり返った。ピクピク人参、万能すぎる。ピクミン4のストーリー序盤のオニオンを初めて発見してピクミンと出会うシーン。通常であればここですぐにピクミンの目を抜く人がほとんどだと思われますが、ここでピクミンの目を抜かずにうろうろしていると、モヘイとコリーから催促される。目をあえて抜かなかった時にしか見られないセリフが。またその後、ペレットをオニオンに運ぶシーンで、フガフニューク、普通にピクミンにペレットを運ばせるとこのようなセリフになりますが、ここで先ほどのまだ目を抜いていない状態でオッチンにペレットを運ばせると、トゥーナベとまだピクミンだと判明していないため、さっきとここのセリフが微妙に変化しており、ソファーシェパードのセリフも、あの目が気になるな、という抜いていない時だけのセリフに分岐している。序盤のちょっとしたシーンなのに、セリフの作り込みが細かすぎる。
原生生物を凍らせて動きを止めることができるアイス爆弾。実はこのアイス爆弾、意外なものも凍らせることができます。ピクピク人参を投げるときにアイス爆弾も一緒に投げると、なんと冷凍人参になった。敵がこの冷凍人参を食べるとどうなるのか。まさかの尻レスラもすぐ普通に食べてしまい、冷凍すると効果がなくなってしまった。さらにオッチンの好物のやみつきボーンも、なんと骨まで凍らせることができた。ではこの凍った骨をオッチンに食べさせると、もしや凍ってしまうのか。なんと意外にも平気そうにシャーベット感覚でシャリッと噛み砕いて食べてしまった。食べた瞬間に砕けた氷と冷気も出ており、凍った骨をオッチンに食べさせるというレアな行動も想定されて作り込まれているようです。ちなみに氷耐性がない状態のオッチンにも食べさせてみましたが、やはり平気そうにシャリシャリ食べるようです。他にも面白い小ネタがあったら、ぜひコメントで教えてください。以上、ピクミン4の小ネタ集でした。